チャオ、あっちゃんです。今日は2月22日、あっちゃんちの晩ご飯、ハンバーグ作りします。はい。ちょっとごめんね、音、ゲームモードが入ったんだけどね。うちのヒカルンがね、今日まだ単独プレイでゲームライブしてるんで、ちょっと気になるんでね、見ながらやってるんです。お母ちゃんね、心配で、もうドキドキって、もうドキがムネムネみたいな感じで、何でもいいやろ、始めます。今日はね、ちょっとパン粉で、ハンバーグ作るんでね、作りましょう。はい。はいはい、取りまーす。まあね、行きましょう。まあ、親の欲目というのかね、親の欲目で言うと、まあまあ喋れてますよね、今回は。頑張ってる。うん、まだまだね、まあ実況者としてはよかったので、だいぶ喋れてる。パン粉。なんでかな、パン粉いいのが美味しいかな。パン粉も。よし、パン粉多いめ、まあ、こんなもん、パン粉いきます。子供のね、お母さんの味、お父さんの味のつなぎなしの肉肉しいハンバーグはまだこんなにあります。今回ちょっとね、中学校とかね、学校の家庭科で作っていく基本のハンバーグを作ろうかなと思って、でここにね、ミルク。もうちょっかな。もうちょっと下じゃん。この上に水してかな。ちょっとね、こうミルクにパン粉を浸します。はい。これでちょっと置いときましょう。で、玉ねぎ半分を回した瞬間、めっちゃ水上がってきそうだけど、なんか前回だいぶ喋るようになったでしょ。もうね、応援してあげてください、未来の YouTuber さんをまだ YouTuber じゃないからね、収益得てないからね、まあ、これが本業になるのか趣味になるのかそれは知らん。でもまあね、一つのスキルとして実況ができるっていうのはね、なかなかね、人前でよう喋らんこない、恥ずかしがりないよ。だからお母ちゃんはね、こういうのしてもらうとあれなんかなと思って、ちょっとこうある程度喋れるね、そういうふうなことになったら人前でも喋ってくれるかなと、もうちょっとね、勇気を持てるかなと。最初前回はね、もうほとんど自分でやれると思ったのが、できへんかったショック受け取ってるけど、ちょっとさっきまでサポートしとって、で途中からね、晩ご飯作りで抜けてきてんけど、なんかほっときゃ喋ってるみたい。いろんな実況者さんに見て研究してみーってね、でこんな感じで喋りゃいいよって。あっちゃんはね、ちょっとこう玉ねぎを切って、玉ねぎで泣きそうですわ。いや、子供の成長が著しくて泣きそうですわ。嘘。はい。まあ、砂糖ついでくれとは言わんけどもさ、YouTube をするというなら反対はしない。で、いやいや、YouTube は趣味でするんだったら反対はしない。はい。なんでもいいです。はい。では、これをね、炒めていきましょう。玉ねぎをね、炒めます。オリーブオイルをちょっと入れて、煮立てます。今日は、よいしょ。サミが降ってきて、ということでね、玉ねぎさんをね、炒めます。玉ねぎのね、シャリシャリ感が光るのが嫌なんで、だからね、オリーブオイルやんでよかったかな、サラサラにして炒めた方がよかったかな、まあいいや、もっと入れてもいいんだけどな、とりあえず半個入れて、
まで炒めましょう。シャリシャリがいらんというからね。もういいかな。はい、これで。では作っていきましょう。牛脂ちゃん、まず牛脂を、よし、牛脂を入れて、サーチライトみたいな、でね、ミンチがね、281g と 280g、 561g、 また今回もたっぷり使いましょう。多分 281g と、落ちた。280g。トータルで261g です。ここにね。玉ねぎ入れよう。玉ねぎもね、粗熱取れたかな。玉ねぎちょっと少ないかな。まあいいや。からは。からは真剣勝負です。何を真剣勝負って。そうだね。ゆきちゃん、ごめんね。いいはずですよ。美味しいの作るからね。子供のために、皆さんのために。で、まず、パストリードして、卵や。卵。で、塩。塩ね、今回ちょっと多いめにいきます。これぐらいいきます。で、これじゃないわ。ペッパー。ブラックペッパーも。ナツメッグ。ナツメッグ。結構大胆にいきましょう。で、混ぜていきます。では、いきます。ラストでいきましょう。
前みたいにね、ちょっとうにゃうにゃハンバーグやって言われやんようにね、パンのミルクもちょっと控えめパン粉にして、ちょっとねお子様風にしすぎたんかな。子供あれが結構喜ばれて、ちっちゃい子がお母ちゃん作ってくれるパンのハンバーグ美味しかったんよね。でもあちょっと多分ミルクの配分を間違えたんかもわからへんが、ハンバーグをね作らなあかんねんけども、ちょっとこの前に今から焼くのはちょっと早いよな、だからちょっと休憩します。ちょっと羽をねちょっと寝かしてる間に、はい、ハンバーグをね焼いていきましょう。ちょっとね今回ねチーズインハンバーグにするのにね、とろけるチーズをねちょっとね固めます。ちょっとこうまとめといたらね中に入れやすい、まとまらないでよくね。はい、ではね、こねていきましょう。これぐらいかな。これ。ちょっと待って。はい、ではこねていきましょう。こねちゃうわ。こねたるから。ハンバーグを作っていきましょう。大体まあこう3分の1ぐらいにこうって、でね、半分ぐらいの中に、さっきね、こねたチーズをね、入れます。チーズを中に入れて、ね、ちょっと大きめのハンバーグが。ね、この形作るの難しいよね。これを焼きましょうね。さっきはちょっと大きいな。これでちょっといいかな。ここにねチーズを入れて、手がちっちゃいから大きなハンバーグ作りにくい。みんな手大きい手大きいけど、結構あっちゃんの手ちっちゃいねんね。バイクのグローブはねレディースのね Sでないとね、メンズの M とかやったら大きすぎてね、指がね、
ゴボゴボなんで、うん、大きく目でしょ、でもちっちゃいね。はい、ということで焼いていきましょう。飲んでいいかな。はい、では焼いていきましょう。まずね、強火で強火で約2分やね、2分で焼くとね、焦げちゃうのよ。様子を見ながらね、焼いていきます。3枚こと焼けるかな。ここで切ってますよ、やっこ。また2分にこのね、強火で焼いていきます。
焼きだよね。これで強火のまんまね、ここにね、赤ワイン。2分半ぐらいかな。はい、これ中火で蒸し焼きにします。中火で蒸し焼きにしておきます。はい、中火で蒸し焼きにしておきましょう。こっちでね。で、あっちゃんこっちで、あれを焼きます。付け合わせを焼きます。バター溶かしてね、あとオリーブオイルと、バターとオリーブオイルミックスでちょっと溶かします。舞茸焼きます。忙しいわね。
け。これも塩。よし。OK。これで。ソース作りましょう。これにね、ケチャップ。と、ウスターソース。と、とんかつソース。はい、できました。あっちゃんスペシャルチーズインハンバーグ。これまた3人3用です。あっちゃんのはチーズインハンバーグと、ゆかりふりかけ付きのまいたけと、あれ付き、かぼちゃのね、炒めたものって言ったらサラダ付いての。で、量は、あれがダメ、トマトダメからトマト抜き。で、ゆかりなし。で、ひかるんは、トマトあるけども、まいたけなし。はい。まあ、これでね、みんなで食べていきたいと思います。